皆さんこんにちは、ひろげです。今回動画のタイトルの通りなんですけど、2月中の動画はお休みします。その理由について今から説明したいと思います。まず今僕、新居で引っ越し作業やってるんですけど、僕個人的な事情とかがあって、全く引っ越し作業が終わってないのと、あとは頼んでおいたはずの家具とか家電が、コロナとか雪の影響で届くのが遅れてしまって、僕の新居をお見せできる状況じゃないので、今回このように動画を撮ることにしました。一応今週中には引っ越しが全て完了するので、3月の上旬頃には新居の公開はできます。ちょっと今お見せできないんですけど、部屋中ほとんど荷物だらけで全く見せられないので、結構楽しみにしてくれた方もいると思うんですけど、そこはちょっとご了承いただければと思います。早くても2月の下旬頃か3月の頭頃に新居を公開したいと思います。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。